あだちです、こんにちは。もう最悪、ほんまに、ほんまにさ、もうあと、もうあとワンタップ、あとワンタップで動画出せますよって時にね、ちょっともう消えちゃったんですよ、映像と、映像と動画が。本当に最悪だから、今これアフレコでちょっとね、途中までお送りしようかなと思って、場所を移動するやつあるやん、いつも場所を移動するとこあるやんか、場所を移動するとこ、ま、とこからは動画あるんよ。ほんまに最悪、もうマジでさ、18時に間に合わせようと思って頑張ってさ、間に合わんかったけど、もう20時にはな絶対あげようと思って頑張ったのに、もうほんまに最悪、もう助けてほしい、もう泣きそうやもん。もうこのさ、2日間ずっとこの動画編集しとってさ、もうもうこの動画めちゃくちゃ編集頑張っとるわ、テロップ頑張っとるわってね、ほら今見とってもらったら分かると思うんやん。結構さ、いつもよりもさテロップ入っとるやん、めっちゃ頑張ったん。もうほんまに泣きそう、もう辛い。ここちょっとね、シーズゴーンの思い合いを歌ったの。ほんまにしんどい。もう何言ったっけ、ここ。あ、ここはね、多分変な顔してましたね。もうほんと最悪だ。もうマジ。もうどうしよう。もううざ。ほんまにうざい。これは、レシートをね、カバンの中入れるときに落ちて、風が強いって話、東京の。風が強くて、レシートをカバン入れるときに、もう、落としたら恥ずかしいよっていう、このポイントを説明しとん。で、こう、怒ったやろ。怒っとん。ほんまにうざいわ。もう、今もう、でもデータに怒ってます、今。本当にもう本当に切れそう。あ、風が強すぎてね、東京都に署名集めるとこだったわっていう、こうボケですね。わだちくん歌っとんよ、もう頑張っとるやろ編集。これほんまに最悪。はあ、もうマジでやだ、もうほんまに。で、この今回はそう、オムライスを作っていこうと思ったんで、このね3つの動画で使った野菜がもうあまりに余ってますよと。だからそのね、具材たちを使ってオムライスじゃない、お好み焼きを作っていこうかなと思ってるんで、ここから頑張ったん、ほら、お好み焼き、ほら頑張ったのよ、ほら頑張ってたの、本当に頑張ったの。最悪、ほらお好み焼きだったらもう具材なんて何入れても OK っていうことはさ、これまでの人参とかとかなんだっけ、玉ねぎとかいろいろあるじゃん、それでも全然大丈夫だよっていうね、感じのノリで頑張ってた。本当に最悪だわ、もうなんで消えたん。え、マジで切れそう。だから途中までだけどさ、アフレコもさ、次何が来るかわからんからさ、できんのよな、まず動画もないから。最悪、本当に。片栗粉と小麦粉にとって、小麦粉入れんとあかんやんか。探したのにありゃあせん。小麦粉ちゃんどこどこって感じなのよ。で、ここ、ミルクボーイのやつやるやろ。どこに、もうどんなんだっけ、もう忘れたもん。どこにあるん、もう。そう、お好み焼き用小麦粉っていう小麦粉を見つけたんよ。小麦粉ってそれしかなかったからさ、棚に。小麦粉ってもうお好み焼きにしか使わないんですかみたいなこと言ってます。はあ、しんど。小麦粉ってマイナーなんだ。自分ずっと前から知ってたよっていう感じですね。材料の紹介をしていきたいと思います。って言ってますね。もう待って、何言ったっけ、まあ、生卵でしょ、キャベツ、お肉。もうニラね。そうで、ニラはなんかもう先から先まで全部食べれますよっていうのを教えてもらったから、教えてもらったんよ、ありがとうなっていうやつやった。あ、これはもうここ好きやったもん、自分。あ、これ こういう義務教育っていうノリが結構ね、ずっとこの動画でずっとあるんやけど、それの最初のポイントですね。めちゃくちゃ好きやったのに、もう最悪本当に。これさ、喋ってることさ、字幕と全然違うことが今流れたやろ。面白すぎん？新しすぎるやろ、さすがに。さすがに新しすぎるわ。みじん切りしかしたことねえから、お好み焼きの時の切り方分かってねえだろってね、思ったやつ。
思ってたんだ。かわいいね。あ、思っちゃったんだ。いや、じゃあアフレコしてます。かわいいね。何かわいいね。本当には舐めてるのかな。そう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 、そういうことなの。どういうことなのって感じなんだけどね。もうそういうことなのよ。もう想像して、これはもうね、想像力を豊かにするっていうね、このやっぱ自粛期間さ、やっぱ想像力がね、ちょっとみんなかけ離れちゃってるじゃん。だからもうそれをもう想像力頑張ろうっていう、もう逆手に取った動画。もうそうしよう、そうした、そういうことにしとく今んとこ。何これ、何を頑張れって言ったんやろ自分。あ、今キャベツをね刻んでんだけど、あー、これ先に生地作るんやって気づいたんよ途中で。でさすがにちょっと量多くねってなって、そんな好みじゃないんやけどって。で袋にさ小麦粉入っとったんやけどさ、それの半分使ってくださいって書いてあったんよ。でそんなんさ、袋のさ半分とかわからんくないっていう話になって、ブチ切れとった。でここね、水 100ml を入れてくださいって言われて、そんなんもう 100ml ってさ、もう自分的にはもうやばいん。ペットボトルで測るしかないんよ。あ、これあるあるの測り方っつって、ペットボトルでこれ500やから100っていうことはこれの5分の1やなっていう感じで頑張って測っておりました。でこれ 100ml だと思う人、はーいって感じですね。もうなんで動画ないの、マジでおかしくない？本当にわけわからん。自分でもさ、だってこれずっと真っ暗な画面を見ながらさやってんのよ。本当にもう、え、切れそう、本当に切れそう。何ここ、料理道、何これ。あ、これね、質問ドラえもん、質問ドラえもんつってね、質問してんの。なんで自分さ、このボケたやつの解説してんの、ほんまにつらい。え、でも、あの、もう、多分、もうちょっとで動画来るはずなんだよな。どうなんだろう。え、なんだろう、ここ。全然テロップないじゃん。ゴミ発言、失礼します。あ、なんか、匂いが、多分、臭かって。あ、違う。なんかもう、自炊に、あ、こう、さっこりと。なんか、さっこりととかね。たっぷりやけな。ポテトや、ポテト焼き飯って書いてあって、もそんなんさ、価値観の違いやん、10人遠いろじゃんっていう話をしとった。もうほんまにうざい。めちゃくちゃ、正直も自分で言うのもないんけどね、めちゃくちゃ面白かった。でもね、これ後半にかけてマジでイライラ してきたんやあの、なんかもうほんまにお好み焼き作るのがめんどくさすぎてさ、どんどんイライラし始めとった。だからもう多分後半の動画がある方はめちゃくちゃあれ、あの、もうなんかテンションクソ、え、こいつテンション低くねっていう感じでやっとる。あ、ここ、あの、あれ作りを再開してますね。もう何言ってんのとかもう分からんしね。で、あ、そうそう、玉ねぎは切るときはやっぱ涙出ちゃうから離さないとね。ソーシャルディスタンス、社会的距離、まあ、これがね大切になっていくんですよ。玉ねぎ切っていくときは涙が出ちゃうからね、これが一番大切、玉ねぎを切る上では。入ってるっけ、何がですか、何が入ってるのかな、僕には分かりません。もうね、本当にほら、この真っ黒な映像、もう何が分かり、何がね伝わりますかって感じなんですよ。どう思う、何かかな、分かんない、分かんないんだ自分も。何が、本当に何が共通点なのかな、教えてほしい。うん、このねアフレコしとる足立くんにね、ちょっと教えてほしいわ。ちょっと本当に、ほんまにね、もうほんま、もう涙出しながらこれ見とるよ、今、この真っ黒な映像を。ほんとにもう泣きそう。だってこれ半分以上ないじゃん、この動画。ほんまに悔しい。もう次からは絶対このようなことはしないようにしたい。マジで辛い。もう、だって頑張ったもん、お好み焼きだけど作ったのは。めちゃくちゃ頑張ったの、お好み焼き作るのに。ほら、9分29秒もさ、やってんの。本当に辛いんだけど、もう、マジで無理。はあ、しんどい。もうなんか、お腹痛くなってきたもんな、なんか、ちょっとお腹痛くなってきたもん、この動画見とったら。ほら、彼は一人暮らしです。ほら、もういつもの、いつものやつ、言っとるわ、こいつ。なんなん、ほんまに。え、でも、もうすぐね、多分動画始まるんだよな。結構ね、長かったの、今回。
場所移動するまでが。だからね、ほとんど真っ黒なんだよ、ほら言ってる通り。え、待って、何ここ、音声もないの？え、これもうダメじゃん、自分のアフレコ次第じゃん。あ、ここね、多分焼きに行くのめんどくさかったんだ。それでもう行きたくない行きたくないっていう、もう 赤ちゃん行動しとった。それも伝わらない。嘘です。何かで、何かだかな、赤ちゃん行動しとった。あ、赤ちゃん行動しとったのはちょっとだけ嘘。早く行け。ほら、もうね、ずっとあのヨギボーでね、もう行きたくない行きたくない、もう焼きに行くのめんどくさいって感じでね、やってたのよ。もう本当に、え、ちょっとね、本当に悲しい。全然飛ばしてもらっていいですかね、動画があるとこまで。はあ、もう泣きそう。ちょっと誰か慰めてくれん？慰めのコメントをじゃあ今のうちによろしくお願いします。そしてこの動画もう何なんだよって思った人はね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますね。もうこの状況でも高評価とチャンネル登録をね、言っちゃうっていう。あ、次来る、どうぞ、終わり。いう人はね、もう多いのではないでしょうか。こちらからお送りさせていただきます。まさかの判明って感じなんですけど、なんかあの量で2個作れるらしいんですよ、好み焼きが。でもね、一人暮らしとしてはフライパン1個しかないですよと声を大にして言いたい。ということはもうどうすればいいんですかってことなんです。じゃあもう1個でさ、全部焼くしかないじゃん。どうなるんだろう。なんかすごい分厚いのできちゃうかな。分厚ければ美味しいみたいなとこなんかあるでしょ。日本にはない、まだないんだ。自分ちょっとね、実は帰国子女だからね、昔育った町ではなんか結構そういう感じだったんだよね。もう厚ければ美味しいよっていうね、もう村長は言っちゃってたから、そうなんだって思って育ってきたからね。とりあえずこいつらを入れるわ。全部入れるよ、ほんまに。ほんまに全部入れるよ。もう知らんよ。ちょっと待ってくれる？これ。これちょっとさ、具材ちょっと偏っとんちゃうん？これ。ちゃうん？これ。具材偏っとんちゃうん？いいやん、もう。巨大やん。巨大イコール美味しいやろ。結構ね、昔の村長さんがそう言ってたんですよね。巨大イコール美味しいよってね。結構言ってたんですよね。弱火から中火で4分間焼くんやって。今何時？行くよ。なんかね、ここら辺に油が見えるんだけどさ、周りに、まあ、油を入れすぎたと言っても過言ではない。油入れすぎた方が美味しいよってね、昔の村長。4分間早送りにします、お願いします。ちょっと待ってくれる？ちょっと待ってくれる？お肉入れるの忘れとったけど、ちょっと待ってくれる？これ。え、これさ、こっち側だけに入れていいよね、お肉って。大丈夫だよね。じゃあ、川の字にね、皆さん寝てもらって。やっぱね、川の字っていうのはね、友情がね、ちょっと高まっていきますからね。結構ね、川の字っていうのはね、結構いい感じなんですよね。片方さ、お肉出ちゃうじゃん、これ。どうするのこれ。具材はお好みでって書いてあったからさ、お肉の入れ方とか書いてなかった。個人的にはさ、やっぱ言ってもらわんとね、わからない、見てとこ。ありますからね。はい、はい。4分経ったけど、ちょっと4分経ったよ。まだ どうやって確認すんねん。どうやって確認すりゃええねん。これさ、自分さ、でも反対側にできる気せんのやけど、フライパンとさ同じ大きさやからさ、これ自分できる気せんのやけど、反対向きにどうする？これどうする？これどうするん？どうするん？確認しまーす。いや、まだやろ。全然まだやん。何の音されてますん、これは。ちょっと教えて、みんな教えて。何の音されてるん、これは。結構いい感じだよってことかな。全然まだなんですよね。なんか見たらさ、薄く生地を広げてくださいって書いてあった。めちゃくちゃ厚く広げてしまった。でもそれは昔からの村長。もうさ、個人的にはね、裏返したいんだよ。いいんじゃない、こんな回るよ。こんな回るってことはさ、もう裏返していいよってことじゃない。違った。僕違うこと言った。裏返すよ、自分。君どうやって裏返すん、ちょっと教えてくれる、そこんとこ。教えてくれる、ちょっと。教えてくれる、どうやって裏返す。届け、奇跡じゃ。やばい。ちょっと待って、ちょっと待ってくれる、本当に。待ってくれるかな。待ってくれる、ちょっと。もうさ、もう焼かなくていいよ、もう。一回、蓋の上に入れて、それをスライドさせるっていうのはどう？僕間違ったこと言ってるかな？蓋で裏返すっていう荒技やるわ。え、待って、これ一気にやらんとあかんな。ちょっともうフェードアウトするけど、許して。おちょっと待って、これってさ、え、これって合ってる？これってお好み焼きだ。厚みが厚すぎてさ、全然焼けてないんだよね、中が。どうしたらいいと思う？みんなどうしたらいいと思う？ちょっとじゃあ、頑張るから、ここは割愛させていただきます。お久しぶりです、こんにちは。え、結構ね、お好み焼きってもうどんなだったっけっていう、もう状態にまで来てるんだよね今。見て
これってお好み焼き、お好み焼きってどんなだったっけっていう、ちょっとねもうなんとか崩壊しちゃってる今。どうなんだろうこれ、できてると思う、これわかんない、本当にわかんない。あ、鰹節買えばよかった、鰹節大好き、鰹くん大好き人間だったのに。どうですか、いい感じですよね、いい感じってことにさせてください。もう本当に多分間違えてる、このお好み焼きは。でも参考にしないでください、誰か参考にするねんって話なんですけど、参考にしないでください、これ絶対お好み焼きじゃありません。ていうかさ、多分ニラ入れてる時点でね、なんかチヂミとかそういう部類なんだよね。チヂミが何なんだか分かってないんだけど、チヂミにニラが入ってることは知ってんの。だからチヂミの部類なんだと思う。チヂミ作りましたから自分。美味しい、はい美味しいです、はい美味しいです。いやそりゃさ、だってさ、もう自分がさ好きなものしか入れてないからさ、美味しくなるに決まってるよね。だって美味しいかける美味しい、美味しいじゃん。火加減がわからないんだよね。今回もさ、なんかもう2個作るめんどくさいから1個でも一気にやってやろうってやったら、火加減がわけわからんくなったよね。火加減教えてほしいわ。なんでみんなさ、感覚それって。感覚でやってますの？その感覚はさ、どこで養われたん？やっぱそれも義務教育な。義務教育？何中それ。私立公立？義務教育それ、ほんとに。あやたかー。さっきまで熱してたフライパンの横にずっといるからさ、もう熱くて熱くてしょうがない。毎回気づいてた、もういつも熱そうだなこいつって。気づいてた、 5G だったら気づくかな。あなたの携帯が 5G だとしたらね、気づいたかもしれない、熱さに。どうなんだろう、気づいた、あなた 5G 大丈夫。味伝えてた自分、これまでちょっと覚えてないんだけどさ、めっちゃ美味しいよ本当に。え、美味しい、 めちゃくちゃ美味しい。これがもしコンクリートの上に落ちてとしても、自分だったらね、拾ってもう全部食べちゃう、完食しちゃう、舐めちゃう、コンクリート。自分がこの体勢の時ってよくあるじゃないですか、この体勢になった時はもうだいたいお腹いっぱいなんです。ちょっと待って、自分さ食べきったことあるっけ、動画内で完食したことあった？ねえ、あとちょっと、あとちょっとだよ、頑張って、あだちくん頑張って、あだちくん頑張って、あだちくん。久しぶりに食べきったことない、そんなことない、初めて食べきった感すごいんやけど今自分。やりきった、食べきったっていう達成感がすごい今。なんかなんでなんだろう、食べきった時のさ終わり方わかんないんだけど。いつもさ、なんか明日のお昼ご飯にしたいと思いますとか言っとるやん。考えてたらね、もう5分ぐらい経ってたから、ちょっと普通に終わろうわ。自分が住んでるとこめちゃくちゃ風強くて、前髪セットしたのに見入れた瞬間すぐ崩れるわって思った人は、高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、わわ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 わ